ルカによる福音書の15章の公開メッセージを続けております。今日第6回目、天の父に帰るというメッセージの題で、15章の17節、19節って書いてありますけれども、11節から19節までお読みいたします。ルカによる福音書15章の11節以下。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に換えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。アーメン。お祈りします。神様、今日も放蕩息子のことを聖書を通して聞くことができますことを心から感謝いたします。この息子こそ一人一人であり、私自身でもありました。でも主よ、あなたは天から助けを与え、また地におきましていろんな人たちを通して、私たちに天の父がいること、そこから離れていること、そこに帰らなければならないこと、そのことを教えてくださって、今日まで導いてくださいましたことを感謝いたします。今日もまた聖書を通して、直接あなたがお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はルカの15章の第6回目、父のもとに帰るというメッセージの題であります。父親のもとに2人の息子がおりました。長男、次男。弟の方はある時にお父さんに言いました。あなたが私にくださる分の財産、私早めにくださいと言いました。財産、これは単なるお金のことを超えて、聖書ではこれは命そのもののこと、生命と言ってもいいですね。財産を父から自分の手に、また自分のところに握るっていうことは、それは天の父にあるこの命、財産を自分のものにする。財産イコール命ですから、天の父の命から私が独立するっていうこと。そのことを言っておりました。そして息子はお金に変えてっていう、お金っていうのはこの世の代名詞ですから、この世のものに自分自身の命、財産を置き始めました。そしてさらに遠い国へ出かけてきました。遠い国、要するに息子は父親から自立したかったんですね。この世におきまして親から自立するっていうことは立派なことと思われておりますけれども、私たちと天の父なる神様の関係はそれは全く違います。自立イコール自分の命を失ってしまうこと。父からの自由は自分の不自由というものを得ることになってきます。命、生存イコール命。父から自分に移して、息子は父を神様としなくなってしまいました。ということは、自分を神様として、そして自分でこの世を生きていくっていう風になってしまいました。これこそ人間の罪の姿であります。結果としまして、間もなく財産を使い果たしてしまいました。そうですね。収入なくして支出が増えていけば、あっという間にそれはなくなります。私たちは父から財産をもらっております。永遠の命という財産をもらっていると同時に健康だとか、あるいは体が動くだとかですね、能力だとか、いろんな財産をもらっております。でも、一番肝心な命、それは供給がなくなってしまいました。ですから、言うならば、ご飯を食べずに一生懸命働いてなんかしてるっていうのに似てきますね。もちろん一日や2日じゃなくて一生ってことにするならば、そういったことになってしまいます。必ずお腹が空いて、その人は死んでいかなければならなくなってしまいます。でも彼はこの世の人に身を寄せました。そしてなんとかそこで食べていけるだろうと思って、そこで豚飼いをさせられました。当時はですね、これは神様を信じない者がする仕事の一つでありました。しかし、豚が食べるイナゴ豆も食べることはできないようになってしまいました。食べたいと願ったけれども、誰もくれる人はいなかったと書いてあります。神より離れた人の姿を私たちは罪人っていう言葉で表しております。罪人。なぜ罪というのか。この罪っていう元々の意味は、これ的外れっていう意味なんです。的外れ。あるいはまたこの罪っていうもう一つの意味には、包み隠すっていう意味があります。的が外れてるってこと。もう一つは、隠さなきゃならないってこと。こういった意味が含まれております。さて、人間の的はどこにあるべきでしょうか。何でしょうか。それこそ聖書で私示された神様ご自身こそ私たちの人生の的であるはずなんですね。神様と的が合う。それは神様と正しい関係を持つっていうことです。神様はヤーベって言われる方です。ヤーベっていう言葉は存在あらしめるっていう。ですから、ヤーベって言葉は創造主っていう意味です。そして、それは別の言葉で言うならば、与える方とも言えますね。人は被造物ですから、創造主から与えてもらっていかなきゃいけない。要するに、父が子を愛して備えてくださるもの、それを受け取っていくことが人間の命であります。子供であるこの弟、私たちはですね、神様なる父を信頼して神様に従っていく。ここに豊かな命が存在しますし、また満たされて平安を得ることができます。創世記の初めの2章の10節から開ける方開いてもらっても結構です。エデンから一つの川が流れておりました。そして園を潤しておりました。その一本の川から今度は4つに川が分かれていきました。そしてそれぞれに名前がついております。第1番目の川、ピション。ピションっていうのは豊かっていう意味です。豊か。第2番目の川はギホン。ギホンっていうのは恵みっていう意味です。第3番目の川はシグリス。これは、実を結ぶとかですね、結実っていうんでしょうか。その意味でした。第4番目の川はユーフラテス。ユーフラテスっていうのはこれは力と意味しました。今でもチグリス川、ユーフラテス川っていうのはですね、イラクの方にあります。その名前が未だに残っておりますけれども、この一本の川からずっと流れて、そして豊かで、恵みが多くて、実を結んで、力に満ち溢れる。そうです。この川からの命の水を飲む者にはこれが与えられてきます。そして神様は用意したこの4つの川。主なる神様は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそれぞれそこを耕して守るようにとしました。ということは人間にこのことを任せたっていうことになりますよね。この土地を任せました。人の命と生き様は、神から出てくる一本の川、そこからの水を飲むことによって、豊かに、恵み多く、そして実を結んで、そして力に満ち溢れて生きることができます。ただし、ここを耕す必要があるっていうことがありますね。あと、これは自動的に私たちにこの恵みだとか、あるいは様々な豊かさだとかですね、実を結ぶっていうのは自動的に私たちに来るわけではありません。私たちはそれを耕さなければ、その実を結ぶっていうことはできません。その耕すっていう言葉はこれカルチャー、英語でもカルチャーって言いますね。カルチャーっていうのは文化っていう意味であります。文化。そうすると私たちは文化っていう時はですね、自分たちでいろいろ考えて知恵を尽くして何かを作っていく。日本の文化を作っていく。あれの文化を作っていくって考えてしまいますけれども、実はそれは正しくありません。カルチャーっていうのは文化は賜物っていう意味もあるそうです。賜物。ですから神様の御心に従って使うこと、これが私にとっての一番の文化。人間の正しい文化を作るってことになります。しかし神は人に与えるが準備しましたけれども、耕せって言ったように、それは私たちに自由を与えてますから、耕すも耕さないも、それはその人の自由ってことになってしまいます。人間はロボットでありませんから、神様は備えたとしても拒否することも受け取ることもできます。さて、人間は神から流れてくる恵みの命の川から水を受け取って、この地を治めていかなきゃなりません。与えられた能力、自然、また人種だとかいろんな立場、これらのことを私たちは神様から受け取るようにと作られておりました。17節に。でも彼はそこの一本の川から外れてしまったんですね。4つの川の恵みも彼には来なくなってしまいました。それで食べるものにも困るようになってしまったってことになって命が尽きております。17節に、そこで彼は我に返っていった。これは我に返って。我に返って、第一番目の我に返って分かったことは、自分が何者かが分かったんです。我に返るってことは、自分の存在が何者かってことが分かってきた。それは父親の子供なんだ。そして子供は父親の命、父との命で生きる。父と共に生きるものなんだっていうこと。これがまず分かったんですね。まあ彼の知性が正常に戻ったと言ってもいいかもしれません。そしてよく考えてみますと、自分はここで飢えて死にそうになってるけども、父親のところにはどうだったろうか。もう雇い人もいっぱいいるにもかかわらず、パンが余ってしょうがないぐらいだった。そうだ。自分の命はあそこにあったんだ。そこから離れてしまって、今自分は本当に貧しくなって、食べるものにも、イダゴ豆も食べることはできない。豚の餌すらも食べることはできない。自分になってるっていう。自分が何者かが分かってきました。かつては父から離れて自分の命で生きようと、自分は自立したって絶対大丈夫だよと思っておりましたけれども、それは間違いであるってことに気がつき始めました。自分を神様とするっていうのは、何の力も命もないことを知りました。で、彼はすぐ方向を変えたかっていうと、帰れなかったんですね。この地方に住む人のところに行って、そして彼はですね、そこで食べ物を探しても見たんです。でも、そこにもなかったっていうこと。やっと彼は我に帰ることができました。自分に頼っていく。ダメ。人に頼る。これダメ。人に頼るっていうことは人から利用されるだけ。自分が人から得るんじゃなくて、むしろ自分が奪われていく社会であるということ。それが彼には本当によくわかりました。この世は私たち仕事をさせますけれども、命はくれないんです。どんなにお金持ちになった、あるいは会社に入った、これだけ儲けたと言っても、命をくれるのは誰もおりません。そして私はここで飢えて死にそうだと言いました。罪人の姿こそまさにこの境地です。次、もう一つ。我に返っての第2番目は、これは自分の行くべき方向が分かったんです。自分が行くべき道が分かった。要するに方向転換です。方向転換。悔い改めるっていうのは、これは方向を変えるっていうことなんです。自分で何かを償うとかですね、行動を起こして、この自分で何かを作って、それを返すとか、そんなことではなくして、方向です。これが悔い改め、メタノイアですね。正しい知識を持った。自分の姿を知りました。現実をも、この世の姿も知りました。この正しい知識。私たちはどこで正しい知識を持ったことがあったでしょうか。ほとんどのこの世の知識は間違いですね。なぜかっていうのは人間中心が全ての方向だからです。この向かう方向だから間違ってしまいます。何を正しく知ったか。空腹になっている自分。自分に命がないという自分を知った。その原因はどこにあるか。父なる神様から離れてしまったっていう、このことが原因として分かりました。ですから、罪は的外れ。どのように父なる神様に償っていくかとかなんかじゃなくて、ただ一点、的が外れてるっていうこと。そして、悔い改めっていうのは方向転換のことでしたね。他を向いているところを神様の方に方向を変えていくっていうこと。悔い改め。これ自分で自分を正していくことじゃないんです。自分で自分を正そうと思ったら本当の悔い改めにはなりません。それはやっぱり自分に向いているだけです。そうじゃなくて、その悪かった自分自身、何もない自分自身からも一旦目を離して、そして父なる神様の方に目を向けていくっていうこと。あえて向けていくっていうことです。ルカによる福音書の6章の25節に、今、満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。とあります。このように、あるいは自分に満腹していったように錯覚するだけであって、この人は必ず飢えるようになっていかなきゃなりません。息子は考えたいしありません。家にいるときはですね、本当に親からああだ、こうだって言われて、口うるさくて嫌だった。と、その時は思ったかもしれません。それよりは私はもうこれだけの年齢だったんだから自分で自分のことはちゃんとできると言って財産をください。私は自分で生きていきますと言って出て行ってしまいましたけれども、それが今間違いであることに、要するに自分の自由は不自由であるっていうこと。神様の不自由が実は自分にとって自由であるっていうこと。これが分かってきたんですね。私たちもそうです。自分の自由が自由だと思うけど、自分の自由は不自由なんです。そして神様からの不自由、与えられる不自由ってこそ、私たちの本当の自由。それが分からなかったんですね。どこに本当の自由があるのか。自立は不自由であった。人間は自立、自立って、この叫ばれますけれども、人間が自分で自立するっていうことは本当に不自由な中に入っていき、やがては全てを失うことになっていってしまいます。なぜ自分は今空腹になって、利用されて、不安で争い、惨め、怒り、空虚、不安。全て、これは自分のうぬぼれであったっていうことを彼は今ここでやっと気がつきました。人には神によって大きな能力を与えられております。先ほどちょっと賜物ってことを話しましたけれども、これは賜物なんですね。実は自分の内から出てきたものっていうのはほとんどないんです。みんな賜物なんです。この肉体だって賜物ですね、これね。自分で作った人は誰もいません。自分が能力があってこれができるっていうのは、それは自分で作ったんですか？そうじゃなくて、賜物として与えられているから、それを作り出すことができたんです。賜物、タラントです。ですから、あるものは5タラント、あるものは2タラント、あるものは1タラント、それぞれ与えられている。みんな5タラントにならなきゃいけないっていうんじゃなくて、これは神様からのものだから、それでいいんですね。いいんです。ただし、それは自分の能力で1タラントであったとしても、自分の能力で得たものではないし、5タラントなんかましてやそうです。自分の内側から作られたものではなくして、外部より与えられたもの。タラントっていうのは贈り物っていう意味だそうです。贈り物。自分で作ったんじゃなくて、贈られたもの。ですから、外から与えてくれる、もらったもの。そうすると、外から与えてくれる人と自分が関係がなくなってしまうと、タラントは枯れていってしまいます。枯れていってしまうんですね。空腹になるってことです。父のところには有り余るパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ、とこの息子が気がつきました。彼は父と自分の、あるいはこの世間も含めてですけれども、違いが分かったんです。父の家では父が自分に財産を分けたとしても、そこには大勢の雇い人に与えるパンがいっぱいあるっていうこと、それらのことを一つ一つを彼は分かり始めました。悔い改める。これは方向転換ってことを言いますけれども、方向転換、この時に大切なのは角度だってことを言いましたね。角度がピタッと合ってて、10度狂ってるとか20度狂ってるとか180度狂ってるんじゃなくて、やっぱりそこでピタッとこう角度が合うってことです。たった一点だけってことにもなります。後悔と悔い改めは違います。後悔っていうのは、例えば朝起きますよね。もうかなり暖かくなったから起きやすいんですけれども、とても寒い時に起きるっていうのはなかなかできません。あ、起きなきゃってですね、こっちに寝返り打ったり、こっちに寝返り打ったりしてる。それが後悔です。全然出ていかないんです。自分でただぐるぐるとここでこう回転してるような、動いてるような。でもどこにも出ていかないっていう、それが後悔ですね。でも、悔い改めっていうのはちょっと違います。後悔は何事も変化しません。ちょうど物を盗んで、そして見つかったことを後悔する。これが後悔。自分自身がこれを盗んだ、見つかってしまった、これ失敗だったな、見つからなきゃよかったっていうのと同じ。これが人間の後悔です。ルカによる福音書の16章に、金持ちとラザロのことが出てきます。贅沢に暮らして高慢に振る舞う者が地獄へ行き、そして貧しい者が天に引き上げられるっていう記事が出ております。では、後悔と悔い改め、もうちょっと具体的に言うと、こういった違いがあります。後悔っていうのは、これは自分と人々を見つめているんです。自分と人々。自分がこうすればか。あの人がこうだったんだね。っていう、自分と人々を相手にしているときには、これは後悔です。でも、悔い改めっていうのは、神と自分を見ることです。神様と自分。神から見た自分っていうことを見ていく。後悔は人との比較、自分の能力のことになります。また次に、後悔っていうのは、自分の行為を悔いることです。自分の行い、やったことを悔いる。でも、悔い改めっていうのは、神の前における罪。なぜそのことを行う自分がいたかってことです。なぜ自分はこれをしてしまったか。してしまったから悪いんじゃなくて、なぜこれをしてしまったかってその原因。神の前における罪。それは神から離れてたっていうこと。神を神としないっていうこと。ですから、後悔は自分の行為を悔いますけれども、悔い改めっていうのは自分の存在を悔い改めるんです。存在。神から離れてしまった。また後悔っていうのは自分で処理することです。自分のやったことをいろんなことを自分で処理していかなきゃいけない。でも、悔い改めっていうのは自分で自分ことを処理するんじゃなくて、自分を神様のもとに持っていくことです。そして一番の根本から神様との関係を修復していく。そしてもちろん神様のところに持っていくときにそこに何が待ってるかってならば、イエス様の十字架、それから復活、それがそこで待ち受けています。そうして私たちは自分で処理するんじゃなくて、神様のところに持っていって、そして神によって自分自身が作り変えられて、そして今度は神様の力によって自分のやったことに対する償いだとかですね、いろんなことの方に発展していく。後悔というのは自分で処理する。悔い改めというのは神によって処理していくこと。この違いがあります。さらに後悔というのはあくまでも自分が主役です。自分が主役になっていろいろ考えてやっていきます。たとえとても親切ないいことをやっているようであったとしてもですね、そこに本当の解決はありません。でも悔い改めっていうのはあくまでも主役が神様ご自身になってくださいます。また後悔っていうのは自分で自分の責任を取るってことになりますけれども、しかし悔い改めっていうのは神と神様の恵みによって、御業によって自分を正してもらうってこと。自分の力じゃない。神の力と命によってです。18節に、ここを立ち、父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と、ここまで言うことができました。そうです。私は天に対してもっていう時に、これは自分を神としたことと置き換えてもいいですね。そしてお父さんに対してっていうのは、自分の親を親としなかった。神を神としないでしまった。っていうこと。そのことを彼ははっきりと分かりました。もしこれが後悔だったら、この18節の言葉はどうなるだろうか。多分こうなると思います。お父さん、僕は失敗しました。世間を知りませんでした。もう一度やり直したいんですけれども、一旦帰らせてもらえますか？今度はしっかりやりますから。これが後悔ですね。でも、そうじゃありません。この息子はですね、お父さん、私は天に対しても、自分を神様とし、またあなたをないがしろにしていきました。もう私は息子と呼ばれる資格はありません。ってここまで彼は分かりました。本当に自分自身を委ねることができました。自分を神とした。自分の存在を憎むっていうことまで彼は分かってきました。もう息子と呼ばれる資格はありませんって言いました。そして雇い人の一人にしてくださいとまで言い張りました。さて、このようにして、本当にこの息子は父のもとに帰っていこうとしております。父なる神様はずっと待ち受けておったんですね。最後に、ホセア書の6章の1節から3節までをお読みしたいと思います。ホセア書の6章の1節から3節まで。新共同訳聖書ですと、旧約聖書1409ページになります。1409ページになります。では、お読みいたします。ホセア書6章1節から。さあ、我々は主のもとに帰ろう。主は我々を引き裂かれたが癒し、我々を打たれたが傷を包んでくださる。二日の後、主は我々を生かし、三日目に立ち上がらせてくださる。我々は御前に生きる。我々は主を知ろう。主を知ることを追い求めよう。主はあけぼのの光のように必ず現れ、降り注ぐ雨のように。大地を潤す春雨のように我々を訪れてくださる。もう一箇所開かなくても結構ですけれども、エレミヤ書の29章の中に、その時あなたたちが私を呼び、来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら、私に出会うであろう。と言いました。信仰、ピステス。これはまた別の意味が真実っていう言葉にもなるんだそうです。神様の真実を受けて、そして私たちが今度はまた神様の前に真実に立つ。ですから信仰って真実と真実がこう重なっていく。神様は真実です。だから私たちもまた自分自身を偽るんじゃなくて、真実に神様の前に出ていきましょう。そこに豊かな命が与えられていきます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。放蕩息子が父のもとに帰らなければいけないということがはっきりと分かりました。どうぞしよう。私たちの人生もまたこの放蕩息子でありました。誠の神様を知らずに自立し、自分の自由を求め、自分の豊かさを作ろうとしましたけれども、本当に全てを失うものでありましたけれども、今あなたが私たちにこのような心、悔い改める心を与えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。